皆さんこんにちは。時刻は1時半を回りました。部屋活幸せの鍵はお部屋次第の時間です。この番組では住まいコンサルタント前見咲子が毎回お部屋にいいことエッセンスをご紹介してます。メッセージ募集してます。メールアドレスは797@fmgino1.com。またツイキャスト YouTube ライブでも配信してます。そちらからもコメントお願いします。同時放送でリッスンラジオもお送りしてます。どれも FM ギノワンホームページから入れます。いろんな形でお楽しみください。聞こえないです。今どうですか？聞こえた。ボリュームがうん、今は外して大丈夫です。多分外して喋っても大丈夫です。外して喋っても大丈夫です。外して喋っても放送が聞こえるかどうかみたいな。そうですね。放送が。でも外してもいいかも。で、マイクになるべく近づいて喋ってもらえたら。いや、山内さん来てます。さ、結構クリックのラジオで聞いてるよ。もう始まってますか？はい、始まってます。すみません。こんな感じで。スタートがちょっとわからなくなる。はい。ちょっとだけ。はい、やっぱちょっとつけた方がいいです。すいません。はい。今週も始まりました。はい、部屋活ですね、はい。はい。今日はゲストさん。そうなんですよね。はい。来てるんですけれども、はい、はい。その前にちょっと。コメントの方を、はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。高穂さん、サーキーマーナミーンと、気象災害降水量大変でしたね。今日までは線状降水帯に気をつけてください。そしてダムおじさんからのお知らせです。沖縄県のダム貯水率が 100% に達しましたありがとうございます。本当ね、心配してた。はい、ね、よかったよかった、はい、本当に、はい、ありがとうございます、はい。そしてヤン吉さんからも、宇宙とテレパシーができる娘さんをお持ちのサッコさんゲストのマミさん、マナミンこんにちにゃということでこれはどうしたんでしょう。これはちょっとはい、SNS の投稿でですね、はい、娘が最近ちょっと、うん、宇宙と更新し始めました。はい、それを、はい、陰から見守る母っていう感じで、うん、はい、そんな感じです、そして山内さんからも、サケコを車のラジオで聞いてるよと。ありがとうございます。サケコなんだね。サケコ、はい、山内さん、ありがとうございます。事故らないように気をつけてください。はい、じゃあ早速ですね、はい、今日久々のまたゲストさん遊びに来てくれました。はい、はい、まずご紹介しましょうね。はい、インナービューティーコーチ大和式和玉術、認定、公認鑑定士、はい、赤真美さんに今日は遊びに来てもらいました。はい、ね、それよろしくお願いします。ありがとうございます。咲子さん呼んでいただいて。いえ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 、ね、真美さんとは、これ言っていいんですかね。いいですよ、別に隠すことは何もないので実は前職っていうか、はい、マミさんの実はお家を、うん、はい、に関わらせて、お家作りに関わらせていただいて、はい、でそこからまたね、フリーランスに私がなって、うん、マミさんもフリーランスに、うん、そうなって、またね出会ってです ね偶然ですよね。そうそう、偶然でしたね、はい、でもなんか縁強いなと 思、うん、思いました。これはなんかいろいろなんか、うん、こう動くたびになんか
マミさん、あ、またいた。またいたっていう感じで。なんか最近そうマミさんとすごいご縁、やっぱなんか縁強い人ってすごくなんかいるんだなって、うんうん、マミさんその括りに入るなっていう感じで、うんうん、はいです、はい、なんかこうね、はい、あの今日マナミンさんを初めてだと思うんですけど、はいはい、こんな感じですごく、はい、あのクールビューティーなんですけど、うん、中身は男そこが好きなんですよ、はい、じゃないともう合わない私とは中身おっさんですね、中身おっさんだ2人でじゃあちょっと新鮮感がじゃないですけど、うん、はい、そうなんですよ、というのもそうなんでマミさんのことわかるかというと、はい、はい、私あのマミさんのちょっとねあのこのインナービューティーコーチっていうのコーチングっていうのをちょっと受けて、はい、2年前ですかね、もう2年前かな、2年前かな、ね、うん、そのぐらいに、ね、はい、受けてくださってましたね、はい、さん、はい、そうですね、うんうん、はい、今日はちょっとマミさんのことについていろいろお話、はい、聞いていこうと思うんですけど、あ、もうすでに、はい、あのおっさんレディーかやって、おっさんレディーですワードすごいですね、あ、カープボーイさんもありがとうございます、はい、また、はい、あの、次回ちょっとお話ししたいなと思います、犬が、ね、はい、逃げたことある、逃げたちなみにあのいつもメールいただくサガリバナさんからも、はい、今日メールいただいているんですけど、はい、はい、またゆっくり、はい、ありがとうございます、その内容はご紹介したいと思います、ま、はい、来週お願いします、はい、はい、ということで、まず、マミさんがこう、はい、されてるビジネスされてるインナービューティーコーチっていう、はい、はい、あのものなんですけども、うんうん、これってどういった、はい、お仕事でしょうか、これは、うん、まあインナービューティーって、うん、まあ、自分の、ね、内側をこう美しくするっていう風な意味なんですけれども、うんうん、私は心理学系の、まあ、お仕事っていうか、うん、先生をやってるので、うん、体というよりは心の方ですね、うんうん、心 の、 自分のこう内面をこうなんていうのかな、まあ、綺麗にするというよりはこうクリアにしていって、うんうん、抱えているものをこうクリアにしてこう軽くなった状態で、うんうん、皆さんが前に進むのをこう、うんうん、背中を押していくっていう風なそんな感じの内容の講座になっていて、うんうん、でそれをねなんか自分でもできるようになっていくよっていう風な、はい、感じの講座です。そうでした、はい、思い出した思い出したでも今でもこうなんていうか落ち着かせる一番なんかね、私がインナービューティーコーチの方で習得したっていうかすごく使えてるのはやっぱりパニックってしまうんですよね、私って緊張しやで、うん、その時にまずは落ち着くっていうか吐き出すでしたっけ、うんうん、こう一旦止まってちょっと息を吐くっていう、息を吐くっていうこの呼吸、なんか呼吸っていうのがいかにこうなんていうのかな、こう気持ちを落ち着かせるのに大事なんだっていうのがすごくなんか分かったのがこのマミさんがされてるコーチングだったんですよね。そうそうそう、っていうのと、うん、なのでこう何かこうちょっと あれもやらなきゃこれもやらなきゃっていった時に、そうこれはいつも車の中とかでも、まあ、どこででも簡単にできるから、そうですね、うんうん、そのこう一旦全部吐き出すっていう息を吐き出してまた新しいこう息を吸ってとかっていう呼吸はそうやってますね、うん、先生先生さすがです、そうありがとうございます。そもそもですね、なんかそう私そういえば聞いたことなかったなと思って、うんうん、マミさんこのインナービューティーのコーチの方に出会ったきっかけとかって、し始めたきっかけって何ですか？出会ったきっかけ、し始めたきっかけは、うん、本当にもともと大元をたどっていくと、うんうん、まあね、咲子さんもそうなんですけど、私もやっぱねちょっとなんていうのかな、頑張りすぎちゃうところが、ね、うんうん、ありますよね。そうですね。それもでもマミさんのところで気づいたんですけどね。うん、ね、うん、頑張りすぎてるんだ、そうそう、頑張りすぎてて、でそれにも気づいてないみたいな感じのところがあって、そうそうそう、で、まあ、でもさらにね、頑張って頑張って頑張り続けていったら、こう体をね壊しちゃうっていうか、うん、体調を悪くしちゃうっていう、そうですよね、そういうパターンをね、うんうん、持ってるんですよね、お互いね。そうですね。
持ってる。そうそうそう。で、まあ、そういうのがあって、うん、で何年前だろう、6ん、もう8年前ぐらいかな、うん、8年前ぐらいにあの人間ドックに入った時に、うん、私病気が見つかって、あで、うん、あの胸腺腫っていうこの心臓のなんかすぐ横の臓器なんですけど、はい、そこが腫瘍になってるっていうことが分かって、あでそれで、そうそうそう、それで手術することになったんですよ、はい、でやっぱりなんか手術ってね、こうあの全身麻酔なので、はい、もう怖いじゃないですか、はい、うん、でああもうなんかこのまま目覚めなかったらどうしようみたいな感じで、うんうん、もうでその時子供が、下の子が1歳で上の子がまだ5歳ぐらいだったので、うん、はい、ね、こんなちっちゃい子2人も残して、うん、なんか私は死んだらどうなるんだろうみたいなことをね、ちょっと、うん、あの考えることがあって、うん、でそこから、あなんかこのまんまじゃなんかまずいかもしれないみたいな、うん、そういう気持ちになって、で、まあ、なんか最初始めたのはなんか瞑想とか、 なんかそんなことだったと思うんですけど、うんうん、あの瞑想やったりとか、あとコーチング学んだりとか、うんうん、みたいなことをしている中で、このあの、まあ、私が学んだのはそのセルフコーチングっていう名前のものだったんですけれども、うん、そこに出会って、でそのさきこさんとかにもお伝えしてたあの呼吸法とかもそこで学んで、うん、ですごくなんていうのかな、こう感情をこう、まあ、溜め込んでたりとか、見ないふりをして、うん、蓋をしてたりとかするんだけれども、それをちゃんとなんていうのかな、吐き出すってこう、うんうんうん、やり方によっては結構ね、自分もしんどかったりとかすることがあると思うんですけど、うんうん、この呼吸でやるっていうのは、なんか私はなんかいろいろ体験した中で一番スマートで効果が、高いなって思ったので、うんうんうん、だから、まあ、なんか自分がなんか習得できたから、また、ね、私と同じような感じで、うんうん、そのね、感情をこう溜め込んでこう頑張りすぎちゃうみたいな人たちにこう伝えていけたらいいなと思って、うんうん、はい、めた始めたところです、はい、手術した時はまだ会社員だったんですか、うん、その時はそうですね、まだああの会社員というか、私前職公務員なので、うん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 、公務員でお仕事してて、あそうちょうどあのお家建てる時ぐらい、あそう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 、そうだったんだ、うん、そうお家立てる直前ぐらいかな。あ、うん、体調悪かったんですね。分かんなかった。あ、うん、全然全然、うん、なんかそうそうそう、たまたまあの見つかったみたいな感じだったので、そうそうそう、そう、その時はまだあの、うん、普通にお勤めしてて、でそこからですね、なんかいろんなことを考えるようになって、うんうん、なんかこのままの生活スタイルとか、このままの仕事のやり方とかは、うんうん、なんかちょっとなんか続けていったら、うんうん、あまりなんて言うんだろう、なんかいい60歳になってる気がしないみたいな、うん、あなるほど、そういう感覚があって、うん、あのちょっと新しいこう方法でお仕事もしていきたいなとか、うん、そういうふうにこうあのちょっとね変えていったっていう、そんな感じです。あそうなんですね、うん、何年前にこう独立されたって感じです、4年前かな、うん、4年前、じゃあもう同じ、うんうん、私と大体同じ時期ですよね。そうそうそう、ちょうど同じ時期だと思う、うんうん、多分咲子さんと、あなるほど、そういうのもなんか ね、 ね、なんか似てるんだよね、そう似てて、そうそうなんですよね、うん、そう嬉しいな、なんか、うん、あコメントもなんかいろいろ来てますね、はい、ね、高坊さんから、はい、ありがとうございます。真面目な人ほど頑張りすぎるよねということで、うん、糸が切れてしまうねっていう風に来てます。そうですね、そうそうそう、あこの何て言うんですかね、こう今あのちょっと内容も聞いたんですけども、はい、こう私も受けたんですが、うん、こうマミさんがこうやってきて、なんかどんな人にこういうのは、うん、このこのコーチングって受けてほしいなとかってなんか思います、うんうん、そうですね、うんうん、まあ咲子さんみたいな人です頑張りすマミさんも結構あそうなんだ、なんかね無理してあちょでも無理してるの気づかないんだよね、多分ね、多分そ私もそのタイプだと思います。そうそう、なんかねやっぱりあの頑張り屋さんで、ね、真面目で責任感が強くて、うんうん、でついねこうあのなんか私がやりますみたいなことを言っちゃう人,笑っちゃうみたいな
で行っちゃって、でまたできちゃうんですよね。そうなんですよ ね、そうそうそう、できるから、なんか周りからもね、うん、いやなんかできるから大丈夫でしょみたいな感じで、うん、なんか簡単になんかできてそうなイメージで、ね、なんかこうやってね、やられてる風に見えちゃうんですよね。でもね、すごい、ね、あの必死でやってて、うんうんうん、結構消耗してたりとか、うんうんね、もうあの頭の中がもう本当にいろんなことを、ね、こうシミュレーションして、うん、頭がパンパンみたいな感じの人ですかね、うんうん、そんな感じでお仕事とか、うん、あの家事とかそういうのを頑張ってる、うん、方って感じですね、うん、なんかあと一つちょっとマミさんと話しながら思ったのが、うん、私がそのコーチングを受けて気づいたのが良かったなと思ったんですけど、何、うん、て言うんですかね、こうそれをやらなければいけないっていうふうに思ってて、うんうんうん、でその、うん、あのこのセッションの時に、いや別にやらなくていいんだよサッコさんって言われた時が目が鱗で、それを絶対になんか例えばこれお願いねって言った時に、まなみさんもそうかもしれないんですけど、うん、なんか結構やらないといけない、うんうん、それをしっかりやりきらないといけないっていう風に思ってしまう性格で、途中で投げ出したりとか、うん、あもういいやとかっていう風に思えなくて、うん、そうすごくまみさんの言葉で、あのもうそう、私また手帳にも書いてるんですけど、うん、こうやら、何でしたっけ、やなんとかしようとしないかな、そうそうそうこれなんとかしようとしないっていう、うんうんうん、頑張り屋さんってなんとかしようとしちゃう、うんうん、どうにか、うん、あのしちゃう傾向があるので、うん、そうあのもう意識的に、いやなんとかしようとしないっていうのを、うん、呪文のように唱えてくださいみたいな、ね、唱えてくださいなるほど、そう本当に心の中が、うん、頭の中が見えるか、うん、そうそうできて、うん、すごくあの良かったなっていうのがあります。うん、うんうん、なんだこれ、なんか大人なんでしょうねはいっていう感じで、はい、ちょっとインナービューティー、あ私もそうですね、高保さん、はい、うん、私もそうですねっていうことで、はい、結構皆さん日本人の方多いですかね。多いですかね、うんうんうん、そうかそうか、真面目だから、真面目だからね、そうですね、はい、ありがとうございます。もう一つちょっと聞きたいことがあるんですけれども、はい、ですね、今ですね、ちょっとさっきラジオ始まる前にお話聞いたときに、うん、なんかこの、インナービューティー、コーチの、うん、とあと風玉の他に、はい、ちょっと仕事以外で最近なんか、うん、マミさんが取り組み始めたことっていうのがあるらしいんですけど、それももしよかったら、はいはい、そうですね、うん、ちょっとめっちゃガラッと話が変わるんですけどいいですよ、めっちゃ楽しみ、これは初めて聞くからいやなんか、うん、まあ、皆さん大好きだと思うんですけど、うんうん、あのお金、うんうんうん、お金のこ、お金の、まあ、勉強っていうか、うん、そういうのを最近ちょっと、いろいろ、うんうん、やってるよっていう感じなんですよね、うんうんうん、まあ、っていうのもなんかすごいなんか真面目な話っていうかもう急にガラッと変わっちゃう。でもマップさんやりくりうまそうですけどね。あ、やりくりうまいっていうか、なんだろうな、なんかこれからのこと、このなんか未来のこと、もうね、なんか日本円の価値がなんかだんだんこうなんか下がっていくな、どんどんみたいな、ちょっとなんかすごい勢いで、あの円安とかなんか進んでいってて、うん、あこのまま行くとなんか日本ってどうなるんだろうみたいな、この確かなんて言うんでしょうね、漠然とした不安が、うん、なんかやっぱ去年とか一昨年ぐらいからなんかそういうのをすごい感じるようになって、うんうんうん、円安になりましたもんね、だいぶね、去年とかね、やばいみたいな、でも本当にどんどんどん、そうそうそう、でなんか、うん、それをなんか私がすごい実感したなんか理由が、うんうん、私生命保険を、うん、ドル建てで払って、ドル建ての保険をやってて、うんうん、はい、そしたらその月に払うのが何ドルって、まあ、例えば、200ドルとかだったとしたら、うんうん、私が入った当時はこの間保険屋さんに聞いたら1ドルその時70何円かだったって言うんですよ。お、入った時に12年前ぐらい、へえ、うん、びっくりしません、70何円、すごい、ってことは
200ドルだったら、うんうんうん、1万4000、1万5000円ぐらいを払ってたのが毎月、うん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 、今だとそれがいくら、やばい、3万円とか、うんうんうん、倍だ倍、うん、そうそうそう払ってることになって、まあ、だから、まあ、それはなんかすごいあのお金貯まってもいるからいいんだけど、うん、でもだんだん払う金額もなんか大きくなっていって、うんうんうん、あ、なんかちょっと苦しいみたいな、そっか、せいあのダイレクトに生活費に来たんだ生活っていうのもあって、すごいだからその、うんうん、あの円安っていうのをなんかすごい実感する、うんうん、身近に感じてる、そう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 、うん、なんかお、なんか私まあまあな金額毎月払ってるぞみたいな感じになって、うんうん、っていうのもあり、あのやっぱりこれからのなんか時代、うんね、うん、なんか私たちあの個人事業主だし、はい、うん、やっぱ収入の柱はね、なんかたくさん持ってた方がいいよみたいな、うんうんうん、話もあるので、うん、そうそうそう、それでちょっとねお金の勉強いろいろ、素晴らしい、さすがです、ところなんですよ、じゃあなんかその取り組みで、あ、うんうん、そっか、あとマミさん5分ぐらいなんですけど、そうそう、なんかイベントがあるんですよね、そうそう、イベントがあって、うんうん、なんかね、これをなんか見えるように、あ、はい、あ、じゃあ私が持ちますね、そうですね、あ、はい、そうそうそう、ね、このユダヤのこのユダヤ人大富豪成功の原理原則っていう、このアマゾンでこの本を書いてらっしゃる天堤太郎さんという方が、あの7月の6日に沖縄に来て講演会をされるんですね。で、なんかユダヤ人って、この方の、講座っていうかセミナーをちょこっとだけ聞いたことあるんですけど、うん、はい、13歳までに経済的に自立するっていうか収入を得るように教育をされてるらしいんですよ。でそれがなんか労働収入ではダメで、労働収入、自分の好きなことをして稼いだお金は自分の好きなことに使わないといけなくって、生活費に使っちゃいけないっていう、そういう教育らしいんですね。あ、でもすごい、うん、だから生活するお金は、うん、自分の、例えば私だったらそのコーチングとか、うんうん、カズタマとかで得たお金は本当は生活には使っちゃいけなくて、なるほど、生活費は別でちゃんと、はい、持った上で好きなことでお仕事をしていきなさいっていうのがユダヤのなんか教育らしいんですよ。そうそうそう、だからこれ聞いた時に、はい、なんか、ね、13歳とかでその目処が立ってたらなんかめっちゃなんか人生楽しそうじゃないですか。そうですよね。しかも13歳なのでまだまだ人生これからじゃないですか。そしたらめちゃくちゃね、うん、なんていうのかな、こう未来が明るい、うん、そう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 、もう明るい未来しか見えない。すごいな、ユダヤの方やっぱり。で、うん、でまあ、そういうことをやってるんだよっていうのは聞いたんですけど、じゃあ実際どんな風にその教育をして子どもたちがそういうことができるようになっていってるのかっていうところまではその時は聞けなかったので、うんうん、今回はね、その、ね、最高の家庭教育学っていう風なこう題名なので、はい、その子どもの、はい、教育、うんうん、お金を稼げる子供に育てるっていうね、なんか教育の方法っていうのを、うん、少しねお話聞けるのかなと思って、うんうん、はい、なんか稼げるっていうとちょっとなんかね、うん、ちょっとね下世話な感じのイメージなんですけど、でもなんかこれ見るとなんか、うん、稼げるっていうよりもお金の知識をやっぱり子どもの時から持つ、使い、なんていうのか、稼ぐだけじゃなくて使い方とかもね、うんうんうん、すごく大事じゃないですか、うん、これだからお金の本当に私授業とかもね、うん、あってほしいなって思うんですけど、これもう一度言いましょうね、場所がですね、あ、日付が、7月の6日の土曜日13時15分から受付で13時半開始で17時半終了ですね。参加費が、出るんですが、すごい3万9800円がその日は3000円で受けれるということで、すごいですね、すごい、すごい、めちゃめちゃ破格なんです、すごいです。で会場が那覇市の前島の方にある、沖縄県水産会館5階の大ホールで、はい、あるそうです。はい、他に何かちょっと情報ありますか。はい、そうですね、これなんか150人定員で、はい、でもう100名以上もうすでに申し込みがあるということなので、ですよね、やっぱりもしね、なんか聞きたいなっていう方は、うん、どうしよう、なんか咲子さんに連絡して、はい、
アイヘイトギノワに、はい、後でちょっとあのこう載せますので、うん、はい、はい、あの問い合わせていただきたいなと思います、はい、あの他に何か電話の問い合わせとかもあります？電話はないですね。メールの問い合わせはあるんですけれども。そうなんですね。あ、じゃあやっぱりそうですね、うんうん、一度 FM 宜野湾にもしあれでしたら、はい、お問い合わせしていただいて、はい、やるっていう形で、はい、にしましょうか。はい、わ、はいはい、かりました。ありがとうございます。まみさん、あと56秒なんですけど、はいはい、どうでしたでしょうか今日あのラジオ。あ、なんかあっという間ですね、本当に。ですよね。あのなのでやっぱり、ねね、あと 2,3 回、ね、あとね、あ、いや 2,3 回どころじゃないな。毎月来ようかな。ね、話したくなったらいつでも来て。ね、うん、じゃあ咲子さんに会いたくなったら。あ、ありがとうございます。はい、来ることにします。もう国有法、あの国有法も久しぶりになんか一緒にやってもいいかもしれない。はい、じゃあ、はい、今日はですね、はい、インナービューティーあのコーチとあのじゃあもうインナービューティーコーチで大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。はい、赤まみさんでした。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。